皆さんこんにちは。今回はさつきの手入れについてお話しします。さつきの手入れは通常刈り込みで行いますけれども、場合によっては剪定も必要となりますので、それぞれについて解説します。さつきは刈り込むだけで十分だと思っている方は前半だけご覧になれば良いと思います。これはツツジです。さつきよりも先に花が終わりますので、咲き終わったら早めに刈り込みます。さつきの方は花盛りですね。刈り込みの要領はツツジもさつきもほぼ同じです。終わった花の付け根より下で切るようにします。つぼみが多いさつきの場合、一番表面の花が咲いた後また下の花が上がってきますので、最初の花が終わって汚らしくなったらそれを取ってやると、より次の花がきれいに見えます。盆栽のように一枝ずつやるのは大変ですから、浅く刈り込むか汚い花びらだけざっと取ると良いと思います。最初の花をざっとでも取り除いてやると、下から上がってくる花がまた綺麗に見えます。すべての花が終わった後の本格的な刈り込みの要領ですが、終わった花の付け根にある子房の部分まで切り取ります。このように表面だけ切っても刈り込みの意味がありません。最低でもここまで切ります。図で説明してみます。新芽の先に花芽がある状態で冬を越し、春になると花芽の脇から新芽が出ます。さつきの場合は新芽が出てからその中に埋もれるように花が咲きます。ついでなので、さつきとツツジの花の咲き方の違いを説明しておきます。さつきの場合は花が咲く前に新芽が出ます。一方ツツジは花が咲いて終わってから新芽が出てきます。例外もあるかもしれませんが、大体はこのようになっていますので、さつきとツツジを見分ける基準にしても良いかもしれません。さて、先ほどの話に戻りますが、花が咲くと花の付け根にある子房が膨らんできます。それをそのまま放っておくとやがて種になり、それに栄養を使ってしまうので来年の花付きに影響します。来年の花を多くするために木を疲れさせない、そのために子房の部分を切り取ってしまうというのが刈り込み作業の目的です。ですから新芽の先端を切るだけの浅い刈り込みでは花柄が除去できませんので、刈り込みの意味がないということです。そうは言ってもいろいろな枝が出ていますから、思うところで切れるわけではありません。花が咲く位置も上下いろいろですから、基準となるところで同じように刈ってしまうと枝だけになってしまう部分もあります。でも枝だけになってしまってもあまり気にすることはありません。その切り口からまた新芽が出ます。逆に基準となる枝よりも花が下の方で咲いたとすると、子房の部分まで切ることができません。刈り込みにおいて
すべての枝を理想の位置で刈るというのは物理的に無理です。一応目的意識は持って平均的なところで妥協しましょう。刈り込まれた切り口から新しい芽が出て、その先に来年の花芽ができます。標準的なところでは8月頃に花芽分化が起こります。それでは現場作業に戻りましょう。少し刈り込んでみて深さを確認します。少なくとも咲いていた花の付け根まで切れているかどうか確認します。このように表面だけ刈っていてもあまり刈り込んだ意味がありません。花柄の付け根がまだ残っています。去年の葉っぱが見えてくるのを目安に刈ってみてください。揃えた時に場所によってはこのように枝だけが露出してしまう場合もありますが、あまり気にしなくても切り口からまた新しい芽が出ます。広い面積なら効率を考えてトリマーなどの機械を使うのも良いでしょう。この場合でも刈り込む深さには気をつけて、花柄が残るようでしたらまだ浅いということです。刈り込んだ後はよく払ってゴミを落とし、刈り切れなかった花柄などを取ります。払うことによって飛び出てくる枝もありますので、それらは木バサミで切り取ります。またこのような木の周りや障害物の周りは刈り込みバサミやトリマーで傷つけてしまわないように木バサミなどで刈ります。こういう障害物の周りや壁の際などをきれいに刈ると見栄えが良くなります。側面は下から上に刈ると良いでしょう。花が終わったらなるべく早く、少なくとも7月中に刈り込み作業を終えると良いです。株の大きさを維持する目的で刈り込むのでしたら、もっと深く葉っぱのないところまで刈り込まないと去年の大きさには戻せません。今年の花柄を取るという目的で刈り込むのなら、この程度枯れていればほぼ大丈夫です。刈り込んだ直後が綺麗なのは当たり前ですが、この姿は1ヶ月と持ちません。このように7月にきれいに刈り揃えたとしても、その後すぐ新芽が吹いて形は崩れます。それは仕方のないことです。この青いラインで刈り込んだ後出てくる新芽の長さなどはまちまちです。原則的に新芽の先に花芽ができます。一旦花芽ができたとしても、その後害虫などに食害されると花芽が取れてしまいます。花芽を失うとそこからは葉芽しか出てきません。
実際の枝で見てみましょう。ピンクの矢印は花芽です。赤い矢印のところはおそらく一旦花芽ができた後に虫にやられて花芽が落ち、その後葉芽が吹いたものです。これは9月の時点の写真ですが、この時点でもう来年の花が咲くところと咲かないところが確定しています。また徒長枝の先端には花芽はあまりつきません。このようにいろいろな状況の新芽が出てきますので、秋頃までには輪郭が崩れてしまいます。秋から暮れにかけてこの凸凹を矯正したいのならば、この点線のあたりで刈り込むと良いでしょう。なるべくつぼみが残るように浅く刈ります。ただしいくつかのつぼみは失われます。花後の刈り込みはなるべく深く、秋以降の刈り込みは浅めにすると良いでしょう。さて、刈り込まれてきれいになったさつきですけれども、今説明したようにこの形はすぐに崩れてしまいます。来年の花が咲くまでの間、この凸凹になった輪郭をどうするかというお話をこれからします。ここから先は単なる美観の問題でもあり、どこまで手をかけられるかという問題であります。いわばやってもやらなくてもどちらでも良い作業です。凸凹になった輪郭をもう少し何とかしたい、あるいは来年花が咲いた時に見栄えが良いようにということであれば試してみてください。ただしこの作業は飛び出たところだけちょんと切ればよいというお話ではありません。8月の花芽分化が終わった後に枝先を切れば、そこからは葉芽しか出ません。枝先の葉っぱを増やしてしまえば、ますます輪郭が茂って、その中に花が埋もれて咲くという状態になってしまうのです。ですから飛び出た枝を切るのなら必ず付け根で切ってください。中にはこのような徒長枝は輪郭の中で切っておけば大丈夫という人もいますが、こういう枝には花芽がつきにくいので根元から処理した方が良いです。9月を過ぎれば花芽が確認できます。こういう花芽を切ってしまわないように気をつけてください。11月頃になれば切ったところから新芽が出るということはもうないでしょうから、つぼみのあるところの上の位置なら刈り込むこともできます。この芽先のように小さな枯れ葉がちょっとあって、その脇から葉芽が出ている場合は、ベニモンアオリンガという虫によって花芽が食べられてしまった可能性が高いです。飛び出た枝はなるべく付け根で切って花芽を生かします。このような細かい作業を年に 1,2 回しか頼まない植木屋さんにやってもらうというのは無理だと思ってください。飛び出た枝が気になる方はご自分で切ってください。この程度の仕上がりで良しとしてください。9月になってきれいに刈り揃えてしまったら、つぼみのほとんどを失います。さて、表面上はなんとかなりましたが、次の問題はこの中です。
刈り込みだけの手入れをしていたら、当然このようになります。そこで、この次は刈り込みではなくて剪定のお話をするのですが、その前にここまでのところをまとめておきましょう。6、7月に刈り込んだところから新しい芽が出て、その先に翌年の花芽がつきます。5月に花が咲いて、花が終わったら花の付け根にある子房の下で切ります。この辺のラインで刈り込みます。刈り込んだところから新芽が出て、その先に次の年の花芽がつきます。そういうわけですから、当然この株はだんだん大きくなってしまうわけです。株の大きさを維持するためには、葉っぱが何もないような枝のところでバツバツに切るしかありません。それではあまりにも風情がないので、多少の葉っぱは残るように刈り込みたくなるものです。しかし刈り込みにはいつか限界が来ます。その限界を迎えたさつきがこちらです。こちらのお宅は秋から暮れにかけての年1回だけ手入れを長年続けてきました。当然さつきをきれいに刈り込める時期ではないので、表面だけ浅く刈るしかありませんでした。今回は時期をあえて変えていただき、花が終わった後に剪定をすることにしました。しかしもう時すでに遅しという感じで、葉っぱのある部分は刈り込めないほど非常に薄く、中は枯れ枝だらけでした。もうこうなってしまうと目をつぶって通り過ぎるわけにもいきません。覚悟を決めて徹底的に更新を図ります。ひょろひょろっと伸びた枝の先にパランと葉っぱがあるだけ。しかも越境枝。こういう枝を根本から整理していきます。切り戻せそうな脇枝はごくわずかしかありません。強引に刈り込んでみましょうか。ダメですね。どうにもなりません。切り戻してみても良くはなりません。仕方ありませんね。今回は剪定というところまで行きませんでした。とにかく枯れ枝を全部取りましたので、この後新しく吹いてくる芽に期待するしかありません。浅い刈り込みだけしかやっていないとこのようになるという例でした。これがうまく再生できるかどうか、また後日ご報告したいと思います。ご視聴ありがとうございました。